らちょっとテロップがちょっとうまくいい感じになんなかったらね。こんばんは。今日もセッティングいいです。あったかい。今日はなんかね、さっきすごいなんか集中しとった結果、なんかヘッドホンをしとった結果、顔が熱くなりました。コカはインフルのワクチン打った。なんで知ってるんですか。今話そうとした。打ってきました。泣いた泣いたじゃないよ。なんかね、半分マジで泣きました。ていうかなんかガチでなんか多分普通の人はなんかまあ、痛くても病院の人がいたりして泣くじゃないですか。でなんか私はもう帰り道で泣いた時期ガチなんですよ。もうガチで泣いてるんですよ。ただなんか誰かがいるからちょっとそれで引きつられて泣いちゃうとかじゃなくて、なんか帰り道でただ一人で泣いた。だからガチで泣いてるんですよ。もうなんか本気のやつ。そうそう、一人ぼっちでマジで痛かった。なんかマジで痛かった。なんなんやろマジで。なんか今からしまーす、はいみたいな、はいとかじゃない、私はなんかはい、待って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 みたいな感じ。そっからねちょっと長いんですよ。ちょっと待ってくださいってなるよね。こうまず、それではよろしくお願いします、はーい、ちょっと待ってくださいみたいな感じ。いやまずなんか言われるじゃないですか。今日体調いかがですかみたいな感じで、体調ですかみたいな、それって体調悪かったら打てないですかみたいな、体調ってそれ悪かったら打てないやつですよねみたいな感じで、はい、先生と毎年なんか同じ先生なんですけど、先生はなんか私のことを分かってるから、注射嫌いな子みたいな、まあコカちゃんって呼ばれるんだけど、もう本当に何年目みたいな感じで、もうなんか痛くて仕方なくて、今日の今年打った方いますか。なんか一昨年もいたんですけど、同じ先生だったんですけど、一昨年はなんかその一昨年はもうなんかそのコロナウイルスのなんかそのそういうの影響とか全くなくて、ただ普通のもともとっていうかなんか世界でなんかインフルエンザのワクチン接種の予定があって。で組むっていうかなんかあれじゃないですか。そしたらなんか病院の閉店時間があるじゃないですか。そこまで粘ったことあるんですよ。いけないですみたいな、絶対にいけない、そこまでいけないですみたいな。でちょっとその次の日は粘った、もう粘りました。でその次の日はその集合場所まで、集合場所というか病院までめっちゃダッシュで走っていって、で体の熱を上げて、熱があったら打てないじゃないですか。でインフルエンザの注射
ちゃ体の体温上げて測ったら37度だったらダメなんですよ。私 36.9 度だったんですよ。うおー、あと 0.1 度みたいな感じでなりながら、はい、打ちました。結局そんな覚えがあります。でもその時から先生は見てくれてるから、あーもうなんかけちゃんと自らここまで来れて、あの成長したねみたいな言ってくれました。ありがとう先生。私あこれ中3だったかな、中学生の頃だったかもしれない。作詞ですよ。いや、いかに回避あの注射の痛さを。その時はなんかもう興奮してるから、もうなんかダッシュで行ってるし、そこまであれだったんですよ。今日はすごい冷静だったんですよ。今から打ちます、あはい大丈夫です、いちちちちちち待ってくださいみたいな感じだったから、もう二重人格みたいになったんですよ。一回打っていいって言ったやんあんたみたいな なりまして、多分先生もなってる。毎年の子じゃなって思ってるよ多分。ココアちゃんってもう覚えてくれてるので、いやそれがいいことかわかんないですけどね。打ちましたか。いやめっちゃ痛いですよ今年。え信じらんない、マジで痛い。注射ほんまに苦手、ほんまに苦手、ほんまにもう覚えてるもん痛さ今まだ。いや覚えてないか。でも自分でなんかこうあの裁縫をした時にこう思いっきしこう親指にこう刺さった時の方が痛かった。でもそう思ったら針系の痛さ、同じ類だから、同じ類だからそっちの方が痛かったかなって想像しながら行くけど無理。それやっぱり痛い、やっぱり注射は痛いよ。え、なんか今年の針細いですよ、細いんだよって先生がずっと私をなだめてくれました。え、めっちゃ痛かった。なんかえ、もうこれ注射の話をおっかりしたけど大丈夫。なんか注射するんですけど、まずこう注射を針をこうプスって言うじゃないですか。これが腕だとしたら、これが腕でこうチューって言うじゃないですか。え先生ここからあのはい今から薬を入れていきます、えまだ入れてなかったなーみたいな感じ思いました。マジ私いてて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 てはい今から薬を入れていきます、えまだ入れてなかった、もうほんまに心の中こんな感じ、はいはい早くはいはいはい大丈夫です大丈夫ですみたいな感じになってるけど、私は心の中で叫んでまして、薬まだ入れてなかったな、でこうシュッて入れられて、薬入れられる段階がまた痛いんですよ。波が来る、ほんまにマジで痛かった、はっやばい。すごい長く感じましたよ今。なんか注射が好きみたいな人いません？あ、激辛の話よね。あ、じゃあ激辛の話をしましょう。イモーステレビで激辛の話をしたんですよ。あ、激辛のロケをしたんですよ初めて。え、結構いるじゃん注射の針好きな人。採血は割と好きかも。なんで？よくない、私の代わりに打ってほしい。そう、結構前に激辛初めてやったんですけど、あの好きなんですよ辛いのが。でなんか自分の辛さの限界を初めて知ったんですよ、初めて。で
辛いものってやっぱ自分が好きな辛さを分かってちゃんと限度があってっていうかこう楽しめる辛さが激辛好きなわけ。もう自分の限界まで激辛に挑戦したことがなかったし、結局挑戦してみてやっぱり辛いものは自分が好きな辛さが好きなんだと思いましたよ。地獄の辛さは一見あの辛さってお店出してない、そうお店が出してない辛さを出してきたんですよ。イモステレビの皆さんはそうで、ちょっとこれテレビなんですけど、あの胃が痛くなったらいけないから、それの予防に飲むヨーグルトを出してくれたんですよ。あの劇から始まる前にね、胃に膜を張るみたいな、すごいと思いました。それがなんか感動した。それが本当に劇からの企画なんだみたいな感じで思いました。優しい妹さん、そういうところをねしっかり、ね、してくれますよ、ね、美味しかった。あ、牛乳とかはそうですね、なんかこう脂肪系の、脂肪ちょっとでも絶対違う、全然違う。え、でもマジでもう本気であの涙が出てきたんですよ。激辛とやったらなんかあらゆるところからあの水が出る。いや別にあらゆるとこじゃないから、よだれも出るし、なんか涙も出るし、鼻の汗も出るし、なんか体内反応みたいな、なんかすごいなと思う。いい、大丈夫だったの？え、なんか私がなんか意味不明な日になんか胃の調子が良くなる方法を教えてくださいみたいなツイートしたじゃないですか、覚えてますか？胃を癒す方法を教えてくださいってツイートをいつかしたんですけど、それぐらい誰かに助けを求めたいぐらい胃が限界突破でしたけど、あでももう私はなんか大丈夫でした。ほのたんの方が結構心配してあげてって感じだった。やっぱりね、辛いの苦手な人、はい、こんばんは。辛いの苦手な人、はーい。おー、あ、結構いる。あ、割と大丈夫。結構いるやん。汗が止まらなくなる。ああ、え、結構おるやん。え、辛いの、うん、好きな人、好きな人って得意な一緒か。え、二辛まで。あ、じゃあ辛いの得意な人、はーい。あ、おお、人並みには耐えれる。カレーに卵入れる。あ、でも、あ、あんまり、あ、まあいるかって感じか。ココイチ中間ね。え、なんか本当にテレビでこう面白がってもらえるほど辛いもの
かめっちゃ好きなわけじゃないし、なんかめっちゃ食べれるわけじゃなくて、なんか申し訳ない。なんかあ、ユミコは辛いのめっちゃ嫌いなんですよ。苦手、嫌いというか苦手なんですよ。辛い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 、なんかあの子供がペイしていいとか言うテンションで一生辛い辛いっていう主張をしてきてくれるんですよ。辛い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 、いや分かった、どれぐらい辛いかもよく伝わった。辛い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 、一生辛い辛いって言ってくるんです。でゆめ子がなんかショールームであのこう自発的に辛いものを食べて、その光景をショールームで発信してほしい。みんなにこの共有したい。なんかそう、辛い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 、もう辛いのは分かったけど、みたいな感じになるけよ。辛い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 一生できるゆめ子の真似、こんな感じです。ぜひ皆さんあのゆめ子に頼んでみてくださいね。ニンニクは飲むのにね、すごいよね。ゆめりん好き嫌い多い。あ、確かに私嫌いなものなんじゃろ。なんか多分私パセリ苦手なんですよ。あ、パセリ今日誕生日おめでとう、ハッピーバースデーという、パセリ誕生日おめでとう。まあそちらのパセリじゃなくて野菜のパセリなんですけど、野菜のパセリ苦手なんですよ多分ね。苦手だけど苦手じゃないんですよ。なんか食べれる。苦手ってどっから苦手なんか分からん。好んで食べないけど、別に食べろって言われたら食べるし、あってもったいないなと思ったら食べる、捨てるより食べる。ミントとかデザートでなんか乗ってるなと思って今まではすぐ避けてたんですけど、もうミントもなんか食べれるし、最近なんかパクチー、パクチーね、パクチーも食べれるんよ。なんか別に好きじゃないけどね、食わず嫌い、いや逆なんですよ。なんか食わず嫌い逆があるかしないけど、食べる好き、食わず嫌いの逆は食べる好きみたいになるけど、なんか食べ好きみたいになるけど、なんか食べるんですけど別に嫌いじゃないし、でも好きでもないし、とりあえず食べてみるみたいなことあるかもしれない。あ、女性は結構好きなんだパクチー。レバーとかの内臓系、あ、それも全然いける。そう、食べる好きですよ私。レーズン NG。 あ、レーズンね、レーズン苦手だ。いや好きです今めちゃくちゃ。カレーの福神的食べれない。あ、私昔そうだった。あ、生姜ね、あ、紅生姜か、なんか生姜、なあちゃんがめっちゃ生姜好きで、なんか生姜を持ち歩いてるんですよ。なんかね、本当に奈々ちゃん生姜持ち歩いてるんだけど、それ生姜を、え、本当に本当に本当に、え、マジいつでも生姜出てきますよ奈々ちゃん。で生姜もらったらなんかね、別に好きじゃないんだけど、好きじゃないけど別に嫌い、食べれんくない。嫌いな食べ物って本当に口にした瞬間うわっとか、なんか無理とかじゃないんですね。出したいとかじゃなくて、なんか普通に飲み込む、とりあえず食べて飲み込むみたいな、そういう作業は別にできる。そうなんです。全く口に入れれんってものはないんです。偉い。でもこれ小4から特に変わって、私小学校4年生まで本当にお米と、あのお米とハッシュドビーフしか、うん、なんか野菜とかもうもっぱら嫌いで、あの
口にしなかったんですよ、苦手すぎて。え、野菜苦いみたいな。え、なんで野菜食べ、その野菜を食べる意義とはとか考えてたもん。いや、意義とかそういう言葉は知らなかったですけど、野菜を食べるメリットが私には何も思いつきません。だから食べません、お米をくださいって感じでしたね。だったんだけど、もう変わって逆、まあ逆ですか。え、ハッシュドビーフって食べたことある、みんな。あ、そう、シチュー入った時はナスもね苦手だったんですよ。いや、今はちゃんと野菜の大事さをしっかり理解してます。野菜大好き。ナスね、ナス、ナス、好きですよ。梅干しを食べれるようになりました。いや、あの梅干しを嫌いな、嫌いって言ってたし、今は別に好きじゃないんですけど、あのみんなのなんか本当に嫌いな、息がない、なんか口にできないものがないんですよ。なんか別に好きじゃないけど食べれるんですよな、梅も。てかこれ克服 したんですかね。別に好きじゃないけどね、なんかやばいね、なんかおかしい人みたいになってる。しいたけとか、うん、しいたけも全然食べれる。え、でもドリアンとかどうなんやろ。なんで食べない。ドリアン食べたことある人いる？匂いの問題。私がハマったドリアン少年。好んで食べようとしないものは確かにあるかもね。あるよね。でも多分出されたら食べれるけど。なるほどなるほど。え、ドリアンって漢字で書いたらそうなの？あ、待って、良き時間ですか。もヘビ食べたことある。なんかヘビとかカエルとかってなんか結構あの肉あの食べた感じ、食感はなんか肉って、お肉的な感じですよね。って聞きますよね。で、これ高級なお肉ですって。高級な鶏肉、あのもう1年で何匹しか取れない鶏肉を使用しましたって言われて、あの買える出てきてもって私わかんない。あ、おいしいな。確かにレアな味がしますね。普段食べれないような。いや、確かにカエル食べん気は間違ってはないけどみたいな。確かに、ね、そうなんかね、どう思う、こうなるよね。確かにカエルは食べんよねって感じ。あ、てかもう9時になりますね。ちょ、9時からちょっとお仕事がね、はい、ランキングを読みます。さっきみんな時間教えてくれてありがとう。13位タクトさん、12位、ヒソさん、11位、クロトさん、10位ロンリークライマーさん、9位ハイケイさん、8位スエンさん、7位ヘイさん、6位ネコカワさん、5位ケブピエチさん、4位コモメマキさん、3位ステックさん、2位ノッシーさん、1位は赤ヒルサンタさんです。ありがとうございます。皆さん
配信を見ていただきありがとうございました。今日も一日お疲れ様でした。じゃあバイバーイ。